思い出のことを書こう。虫よけ草を集めてきました。うわ、すごい量だね。これだけあれば効果あるかな。はい、乾燥させたものを火で炙った煙が特によく効きますよ。了解だよ。頼もうかどうか迷ったけど、やっぱりアーシャちゃんに頼んでよかった。これであの人もきっと助かるよ。もしかしてあの人って女の人ですか？え、違うよ。もう女の子はそういう話好きだな。残念だけど男の人です。いい友達って感じの人なんだよ。僕もいろいろ相談に乗ってもらってるし、困ってるのをどうしても放っておけなくてね。なんだ、そうだったんですね。でもお力になれてよかったです。早速届けてくるよ。じゃあね、アーシャちゃん。アーニーさんの力になれてよかった。お友達の畑良くなるといいな。何がいけないんだろう。本気の本気で見立てたのに。こんにちは。あれ、なんだか空気がドヨーンとしてるような。してるかもね。なんていうか、もう八方塞がりって感じだし。もしかして例のホムンクルスさんの宝石の件ですか？ご名答。あれから何度も宝石を見立てて納品したんだけど、ことごとく返品よ。私が見立てたキラキラ、何が気に入らない？メリエッタさんがホムンクルス言葉で焼けっぱちになってる。だから僕が言っただろう、深入りするのはやめた方がいいって。もう僕たちに手に入れられる宝石は全て送ってみたんだけど、今回納品した品はもらった前金でも赤字になるほどの大ぶりの宝石だったし、その上でこの結果なんだ。もう諦めようよ。それは嫌です。ちょっといいですか？私ホムンクルスさんの町に行ったことがあるんですけれど、素敵な場所なんですけれど、とっても素朴なんです。なるほど。つまりだからこそ彼らはド派手な宝石を求めているということか。逆かな。なんとなくホムンクルスさんと宝石って合わない気がするんです。あの街を見てると、宝石を欲しがるホムンクルスさんたちの姿が想像できなくて。でもあの金額だとどうしても高価なものになっちゃうよ。しかもキラキラでしょ。宝石以外にありえないと思うんだけどな。ん？でもそれって所詮私たちの価値観でしかないのかな。私またホムンクルスさんの町に行くことあると思いますから、何か気がついたらお知らせしますよ。お願いできる？いつも悪いわね、アーシャ。僕からもお願いするよ。よろしく頼むよ、アーシャ君。メリエッタ君がそこまで言うなら、この商談最後までさせてあげたいからね。はい、
できるかわかりませんけれど、やってみますね。あら、いらっしゃい。どれ？いつでも。あら、アーシャ。あら、そう。かん。アーシャではないですか。このような場所で会うとは奇遇ですね。はい、2番館の外でオディリアさんとお話しするのってなんだか不思議な感じですね。私は理由があれば一定の条件付きで2番館を離れることができます。今回に限って言えば古書の収集という正当な目的がありますから。そっか、お仕事中なんですね。邪魔しちゃ悪いから、私はこれで。アーシャ、せっかくこうして街で会ったのも、何かの縁でしょう。しばらく、一緒に行動することを提案します。わかりました。じゃあ一緒にお買い物しましょう。いえ、ご心配には及びません。買い物は、滞りなく終了しました。それじゃあどこかでお茶して甘いものでも。それもすでに終了しています。お腹いっぱいです。なるほど、それじゃああとは帰るだけって気が。そうですね。しかしそれが問題です。私がこの町を訪れたのは今回が初めてではありません。ただ900年以上前のことなので街並みがすっかり変わっているのは事実です。オディリアさん、もしかして迷子ですか？まさか。恒星のオートマタは優れた方向感覚を持っています。迷子になることなど滅多にありません。もしアーシャが家に帰るなら私もご一緒したいと思います。街の出口まで一緒に参りましょう。出口までで結構です。わかりました。町の出口までご案内しますね。では、そこの小袋を2つもらおうか。それに、こちらの石をあるだけな。はーい、マダリン。やあ、おじさん、気前がいいね。必要があるからか。別におかしなことではないだろう。ですよね。私の店の石って、お土産代わりに1つ買っていく人がほとんどだから、旦那みたいな人がいてくれて嬉しいよ。こいつは一般人にはあまり必要のないものだろう。あれ？レジナさん、キースさん、こんにちは。いらっしゃい、アーシャちゃん。このお客さんとお知り合い？はい、
私の先生のキースさんです。それは以前明確に否定したはずだが、君は物覚えが悪いのか。そうでしたね。あ、でもですね、心の中で先生と思ってるだけなので、キースさんにご迷惑はおかけしません。微妙に迷惑な話だな。その強引さはある意味では称賛に値するが、目的を果たすために俺も相手の顔色を伺うことなく今までやってきたが、そのツケが今回ってきたということか。まさしく因果応報だな。あの、ところで何を買われたんですか？やっぱり錬金術で使うものですか？ああ、合金でいい出物があった。この店は品質のいいものが揃っている。苦労して掘ってますからね。アスカル、この手のものは作るにしろ調達するにしろ手間がかかるからな。もう何度も買ってもらってるお得意さんなのよ。また次も同じものがあればありがたいのだがな。あいよ、しっかり用意しとくからまたよろしくね。キースさんだっけ？キース・グリフという。今後はキースで構わない。石はそんなに珍しいものだったんですね。希少価値はさほどないさ。どの地方でも手に入る。溶媒液の材料として重宝するが、ま、一般人にはさほど縁のない品だな。そうなんですね。参考になります。帰ったら書き留めておかないと。君は熱心だな。俺にも覚えがあるが、しかしいつまでついてくるつもりだ。先ほどの店に用があったのではないのか。あ、そうでした。いけない、つい夢中になって。私戻ります。また教えてください、キースさん。やれやれ。またあの箱だ。ベルちゃんのおばあ様からかな。やっぱり手紙が入ってる。どれだね。いつもウィルベルがお世話になっているようで、感謝の念に堪えません。お礼と言ってはなんですが、今回は3つの願い事のうち1つを叶えて差し上げます。え？ 3 つのお願い？そんなこともできるんだ。三つのうちから一つの願いを頭の中に思い浮かべてください。願い事を思い浮かべる。私のお願い事って言ったら、よし、これにしよう。では、くれぐれもウィルベルのことよろしくお願いしますね。終わりだ。不思議な手紙だな。あ、ナナカさん、おーい。アーシャちゃん、ヤッホー。今日も牛の遊牧ですか？うん、そうだよ。でも今日はそれ以外のお仕事もあるけど。遊牧以外の、ユーリスさんみたいに狩りとか？はずれー。織物を織ったり、村の特産品を売って歩いたりもするんだよ。行商もしてるんですね。品物はこの子たちが運んでくれるからね。おお。だから今日は遊牧よりも行商の方な気分かな。アーシャちゃんもよかったら何か買っていってね。どこに？やっほー、アーシャ。欲しいものがあったら。これでいいの？
これでいい。はい。これでいいの？はい。これでいいの？はっ。これでいいの？はい。またね。ぼーぼー。牛さんだったんだね。今日は町にお品を届けた帰りなんだ。ボーボボボーボボボボー。パナ、お前お友達に会えて嬉しそうだね。ボボー。パナはずっと一人だから、ナナカさんの牛たちに会うのが楽しみみたい。そっか、それはよかったね。今度一緒に美味しい草でも食べに行こっか。ボボボボボ。うんうん、やっぱり餌はみんなで食べた方が美味しいものね。おお、そこは私たちと同じなんですね。そうだよ、牛も人間も一緒にご飯が。あっ、お前たち馬車が通るから端っこに避けて整列しなさい。ボー。やっぱり本職は違いますね。みんな聞き分けのいい子ばかりで助かってるよ。やんちゃな子もいるけどね。ボ。あれ、みんな勢揃いで。こんなところで奇遇だね。あ、アーニーさん、こい。あれ、ナナコさん。アーニーさんとお知り合いだったんですか？そういうアーシャちゃんも？僕も二人が友達同士だったなんて知らなかったよ。さっきここでナナカさんとばったり出会っておしゃべりしてたんです。そうだったんだ。へえ、すごい偶然だね。みんな牛さんを飼ってるのもなんだかご縁を感じますね。そうだ、ナナカさんの牛すごいんですよ。ナナカさんの号令一つで牛さんが整列しちゃうんです。え、本当？そんなことできるの？こんなこともできますよ。はい、みんな回れ右。うわ、すごい、お利口なんだね。あー、すごいな。そうだ、パナもやってみて。はい、回れ右。お、ダメか。じゃあ整列。お、アーシャちゃん、一匹じゃ整列は無理だと思うの。あそっか、そうだね。どこに行こうかな。その鼻歌が出るときって調合がうまくいってる印だよね。うん、今日の調合は自分でもいい感じ。え、ニオ？うん、私だよ、お姉ちゃん。ニオ、どうして急に？どうしてかな。理由はやっぱりわかんないんだよね。でも、なんだか急にお姉ちゃんのいる場所がわかるようになっちゃったの。だって、とってもいい匂いがするんだもん。ほら、今もするでしょ。いい匂い。もしかして、
前に作った光る花の精油のことかな。そう、この匂いがする場所にお姉ちゃんがいるって分かったから。もっと強い香りだったら探しやすいんだけどな。どういう仕組みなのかな。この香り部屋を出ればもう分からないのに。そんなことないよ。どんなに遠くても届いてくるの。匂いがするっていうか、光って見えるっていうか、いつも私がいる暗い場所からこの香りが見えるの。ミオ、前にも聞いたけれど、自分がどこにいるか分かんないんだよね。うん、暗くてあったかくてふわふわしてる感じ。それ以外のことはよく分かんないんだ。なんだか夢の中みたいなお話だね。そうなんだよ。こないだお姉ちゃんからもらったキャンディーもね、何度も試してみたんだけど、どうしても袋を開けられなくって。夢の中で走ってるのに全然前に進まないような感じなんだよ。話してもらうほど不思議なお話だね。もっと他に変わったこととかないの？そうだね、外に出てくるとすぐに眠くなっちゃうんだ。今はお姉ちゃんに会えてるけど、寝て起きたらいつもまた元の場所に戻ってるの。ミオ、あのね。ダメ、また眠くなってきちゃった。お姉ちゃん、おやすみなさい。消えちゃった。でもさすがに慣れてきたかも。苦しいとか寒いとか暑いとか、そういう場所にいるわけじゃないみたい。ちょっと安心かな。うん、前向きに考えよっと。今のでやることも分かったし、まず光る花の精油をもっと強い効果のものにしてみよう。花の正体は不明のままだけれど、研究すればそのうち分かるかもしれないし、そのためにもっと光る花が必要だね。待っててね、ニオ。お姉ちゃんは頑張るよ。どれを調合しよう。材料何にしよう。それじゃ、仕上げに何が起きるかな。やったね、効果が発現したよ。やったね、効果が発現したよ。よし、やった、できた。レベルアップ。さてと、調合はこれで終わり。もうすっかり日が暮れちゃったね。そろそろ晩ご飯の時間じゃない？あまた来ちゃった。びっくりした？お姉ちゃん、こういうのにだんだん慣れてきたかも。でも急に後ろから声をかけるのはやめようね。だってノックしようとしても扉に触れられないんだもん。こうしてのんびりお話ししていてもいいのかな。この機会にミオのことをもっと聞き出した方が。でも何を聞いたらいいのかな。どうしたの？お姉ちゃん、眉間にシワ寄せて。あ、ごめんね、ちょっと考え事してたの。あ、そうだね、この間ミオがここに来てくれたのは夜だったよね。今日も夜だけれど、何か夜じゃないとダメな理由があったりするのかな。
夜になるとあちこちにほころびができるみたいなの。ほころび？うん。私がいる場所のあちこちに出口が開いちゃうんだよ。閉じまりが悪くなる感じ？だいたいそんな感じ。お花が咲いてる時も同じかな。あの人がそっちに気を取られるから。え？あの人って？そろそろ帰らなきゃ。それじゃあまたね、お姉ちゃん。分かったような、分からなかったような。でもこういう積み重ねが大事だよね。待ってて、すぐにお姉ちゃんが家に帰れるようにするから。どれを調合しよう。材料何にしよう、材料何にしよう。でいいかな。使う材料の数、それじゃ仕上げに入るよ。何が起きるかな。よし、やった、できた。ねえ、ベルちゃんのおばあさまってどんな人？大ババ様？そうね、とても優しくて美人だけど怒るととっても怖い人。確かにそんな感じだったかも。でもそんなに怖いんだ。うん、何しろ時間と空間を自在に操っちゃうからね。え？どういうこと？言葉のまんまだよ。あとは変身とかもできるよ。ドラゴンとかグリフォンとか。昔いたずらがバレた時には火吐かれて大変だったよ。年はいくつだったかな。母様が33歳で、おばあ様が56、ひいおばあ様が71で、大ばば様は100は言ってないと思うけど。どんな人だか想像できない。そうでしょう。とにかくすごい魔法使いで、すごい美人で、一番偉いの。きっとすごい人だよね。どんな人か全然わかんないけれど。どれを調合しよう。材料何にしよう。これ使う。それじゃ仕上げに入る。これでどうかな。何が起きるかな。やったね、効果が。よし、やった、できた。材料何にしよう。これ使う。それじゃ仕上げ、何が起きるかな。やったね、これでどうかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。これ使う。それじゃ何が起きるかな。やったね、やったね、これでどうかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。これで使う材料。それじゃ仕上げに、やったね、やったね、効果が発現したよ。よし、やった、できた。レベルアップ。材料何にしよう、材料何にしよう。それじゃこれでどうかな、これでどうかな。よし、
やった！できた！材料何にしよう？材料何にしよう？これ使う？それじゃ何が起きるかな？これでどうかな？よし、やった！できた！材料何にしよう？これで使う。それじゃ、し、よし、やった！できた！そういえばアーシャ、最近噂になってる幽霊話、知ってる？はい？幽霊ですか？そう、聞いた話だけどね、この辺りの高台一帯で出るらしいの。見間違いとかじゃなくて？仕事で夜遅く通りかかった人がそこで女の子を見たらしいのよ。夜遅くに女の子が出歩いたらダメって注意したらしいんだけど、女の子は完全に無視してそっぽを向いたままだったんだって。で、けしからんってもう一度声をかけようとしたら、その女の子が立ってた場所、高台の向こうの空中だったって。それって宙に浮いていたってことですよね？そう、よく見れば姿形もはっきりしないし、何か怪しい光に包まれてたらしいわ。それで女の子がつぶやくわけ。薬草がどうとか、キャンディーがどうとか。怖いです。薬草とキャンディー？その人は怖くなって家まで逃げ帰ったそうだけど、他にも目撃情報が相次いでるの。この店の前でも、で、お姉ちゃんってつぶやいたのを聞いた人もいるし、怖いわよね。お姉ちゃん？もしかして。アーシャ、あんたも気をつけなさい。一人暮らししてるんだから。はい。でもその子、幽霊じゃないかも。え？なんでそんなこと知ってんの？もしかして、知り合い？知り合いというか、なんというか。他の人に見られてるよ。悪気はないんだろうけれど、人を驚かせたらダメだよ。どこに行こうかな。そういえばさっきから見かけないなあ。あ、どこか近くにいるんですね。もうせっかくアーシャちゃんと会えたのにどこ行ったんだろう。お兄さんが来るまで少し待ちましょうか。そういえばなんですけれど、聞きたいことがあったんです。何？アーシャちゃん、ほら、ななこさんは牛を連れてあっちこっち行くのがお仕事で、お兄さんは山でお仕事する漁師さんですよね。お仕事場所が全然違うと思うんですけれど、どうしていつも一緒なんですか？それはね、
今年は孔子が多かったから念のためについてきてくれてるんだ。私一人でも大丈夫って思うんだけど、お兄ちゃんが心配しちゃって。ななか、お前もようやく牛飼いとして一端にはなってきたが、慣れてきた頃の慢心が一番危険なんだ。特にお前はいつもぼーっとしているからな。ええ、今のは俺の真似か。あ、あ、お兄さん、こんにちは。そしてまた気がつかなくてごめんなさい。もう驚かさないでよ、お兄ちゃん。あの何度かお会いしていますが、ご挨拶がまだでした。私、あの、アーシャと言います。あ、これはうっかりしていた。俺も自己紹介をしていなかった。俺はユーリス、こいつの兄でリョウガなりわいだ。これからもよろしく頼む。はい、よろしくお願いします。ナナカ、子牛たちもしっかりしてきたようだが、もうしばらくは慎重に、目を離すんじゃないぞ。だね、わかってるよ。わかっていればいい。ナナカ、俺は鳥でも飼ってくる。先に行っておいて、後で持ち合う。はーい。はぁ、やっとご挨拶できた。でもさすが漁師さんですね。私、いつも気がつかなくて。一族の中でも、お兄ちゃんの気配を察知できるのは、私しかいないんだよ。さっきは、わかんなかったけど。でもいいな、優しいお兄さんで。そうだね。ちょっと心配性すぎるかなって思うけど。それは仕方ないよ。私もその気持ちはよくわかるな。妹のことを思う気持ちは私と同じなんだね。どこに？よし、よし。では、ここにある本を元の場所に戻し、次の列の本を一式運んでこい。わあ、ここのスラグはお利口さんなんですね。一生懸命で可愛いな。もともと刺激されるために錬金術で生み出されたものだ。ならば、有効に使ってやらねばな。あれこそ、本来あるべき姿。昔の錬金術ってすごかったんですね。そうだな。我々は所詮彼らの後を追っているに過ぎないんだよ。あれを君は可愛いと言うが。はい、どうしました？いや、今の君にはまだ早い話だ。忘れるがいい。はあ、キイさん、何を言おうとしていたんだろう。ごちそうさまでした。今日のケーキも大変美味でした。こうしてアーシャが持ってくる甘いものを食べていて、古い記憶が一つ復旧しました。わあ、昔のことですよね。何の思い出なんですか？昔のマスターのことを。とても聡明で優しい方でした。マスターは、すぐ帰る、ここで待て、と言い残して去っていきました。その言葉を信じ、私はずっとここで待ち続けてきましたが、少し疲れました。そんな、オディリアさん、私これからもっとここに来ますから。ありがとう、アーシャ。しかし、大気そのものが辛いのではありません。役目がなければ私は存在している意味がありません。与えられた命令を守り続けるだけでは、私の存在意義を確認することが困難です。それは、オディリアさんのマスターさんって、どんな人だったんですか？そうですね。とても古い記憶なので、鮮明には思い出せませんが、
少しだけキース・グリフに似ていた気がします。へえ、キースさんに。ただし中身はまるで異なります。マスターはとても優しかったですから、キース・グリフも少しはマスターを見習ってほしいと思います。優しいキースさんってちょっと想像つかないですけれど、なぜ彼はあんなにもそやで横暴なのでしょうか。さあどうしてでしょうね。せっかくマスターに似ているのに残念です。キースはとても残念です。呼んだかね。あ、キースさん。あ、いえ、呼んでません。悪口言ってません。用がないならそれでいいが。あ、そうだキースさん、一緒にケーキいかがですか。とっても美味しいケーキをお持ちしたんですよ。いらん、甘いものは虫唾が走るのでな。虫唾って、なんと身も蓋もない。ケーキくらい一緒に食べてくれてもいいのに。まったくがっかりです。がっかりで残念マスターです。にわはん、オディリアさんがなんか暴走しているような。ここはとても興味深い環境です。早速資料を収集しましょう。どうしよう。材料何にしよう。これで使う材、それじゃ仕上げ。
よし、やった、できた。材料何にしよう、材料何にしよう。使う、それじゃ、何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう、材料何にしよう。それじゃ、これでどうかな、何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう、それじゃ、何が起きるかな、これでどうかな、何が起きるかな。やったね、よし、やった、できた。いつもの薬屋のお嬢ちゃんか。俺の気球に何度も乗ってく若い娘はあんたくらいのもんだ。すっかり上得って感じだぜ。お嬢ちゃんも飽きないね。何かと用事がありまして、これからも利用させていただくかも。そうかい。じゃあ俺はお嬢ちゃんに何か恩返しを考えねえとな。恩返しなんてそんな、いいですよ。できれば別の場所に行ってみたいんですけれど、ダメですか？別の場所か。そいつは難しいな。他の客もいるし、安全確保の問題もある。そうだ、お嬢ちゃんの頻度で使うなら、いっそ気球を買っちまうのも一つの手だぜ。俺のお古でよければ譲ろうじゃねえか。安くはないが、どうだ？やっぱり根の張るものなんですね。迷っちゃう金額ですね。別に答えは急いじゃいないさ。腹が決まったら声をかけてくれよ。そうだ、メリエッタさんと約束した調査してみようかな。ちょっとお話を聞かせてもらえませんか？話、好き。いいぞ。何の話？あ、お鼻がヒクヒクして。かわいいな。ホムンクルスさんって、何か好きなものはありますか？好き。話、好きだぞ。なるほど。それ以外にはあります？食べる、好き。寝る、好き。歌う、踊る、好き。かわいい。じゃなくて、どちらかというと、好きなことより、好きなものが知りたいなって。もの？もの？好きなもの？魚、卵、はちみつ。魚、違う、卵、違う、はちみつ。牛乳、木の実、野菜。それは違う。なんだか集中がつかなくなってきちゃった。あれ、静かになったみたい。結論が出たのかな？
結論出た。好きなものは何でしょうか。ホムンクルスの好きなもの、それは食べ物。あんまり絞り込めてない。うん、食べ物好き。食べ物うまい。ありがとうございました。とても参考になりました。もう少し聞き込み続けてみようかな。こんにちは。ちょっとお話ししてもいいですか？いいぞ。話、好き。キラキラしたものは好きですか？キラキラ、好き。よかった。私、キラキラのことを教えてもらいたいんです。どんなキラキラが好きですか？キラキラ、いろいろある。硬いキラキラ、岩から出てくる。好き。鉱物のことかな。空のキラキラ、夜になると出てくる。それも好き。これは星空のことだよね。甘いキラキラ、人からもらった。大好き。甘いキラキラ、もしかしてキャンディ？硬いキラキラ、たくさん持ってる。空のキラキラ、あれは手を触れたらダメ。甘いキラキラ、持ってない。欲しい。甘いキラキラってこれのことですか？そう、それ欲しい。いいですよ。はい、どうぞ。それくれる？いいのか？もちろんです。遠慮しないでください。ありがとう。とても嬉しい。よかった。キラキラってキャンディーのことだったんだ。早速帰ってメリエッタさんに。あれ、なんか背後に気配が。甘いキラキラ、いいな。羨ましい。いいな、欲しいな。僕も。俺も。甘いキラキラくれ。僕にも。そんなにたくさん持ってないです。ごめんなさい。今度たくさん持ってきますから許してください。許す。だからくれ。